アーリア人は、競技と抗義で対象が異なる。抗義には、中央アジアのステップ地帯を出自とし、南はインドア大陸、西は中央ヨーロッパ、東は中国西部まで拡大したグループ。競技には、トゥーラーンを出自としたグループを指す。全15世紀以降に、イラン集団が拡大していったと言われる。その後は、トゥルクモンゴル民族の木工と、中央アジア、北部インド、 西アジア支配によりさらに細かい複数の集団に、別れそれぞれが次第に独自の文化を形成していった。現存する近煙の民族としては、パシュトゥーン人、ペルシア人、タジク人、北部インドの諸民族などがあり、彼らはアーリア人の末裔である。また、抗議には現存の彼らを指して、アーリア人と呼ぶこともある。この抗では、基本的には、イランアーリア人、 またそれらの最も禁煙な共通先祖を、もしくは講義においては、その現存の子孫を、アーリア人と呼ぶこととするが、アーリアン学説ではより広い意味で、アーリア人という言葉を用いており、インドヨーロッパ語族に属する諸語を使う、民族全般の層なしと想定された民族を指す。アーリアン学説における意味での、このアーリア人を、この項では、アーリア人と呼ぶのではなく、 アーリア人種と呼ぶことにするアーリアン学説によるアーリア人、すなわちアーリア人種は多くの民族を子孫とするとして想定された。このアーリア人種はもともとインドに住んでいたが中央アジアやイランへ広がり、さらにロシアや東欧まで拡散したという。これによるとアーリア人には以下の競技と抗議が存在することになる。抗議のアーリア人のうち北。 インド諸民族のほとんどがインドアーリア人を祖先に持つものであり、それ以外の上実されている民族はイランアーリア人を祖先に持つ。ただし、北インドのアーリア系民族の中にもパールシーなどのようにイランアーリア人を祖先とする民族もある。パールシーはサーサーアンアサのペルシア帝国滅亡後にインドに移ってきたゾロアスター教を信奉する古代、ペルシア人の子孫である、現在競技における アーリア人は消滅したと考えられている。これは絶滅したという意味合いではなく、その後アーリア人たちが地理的な離散などによってより細かい集団に分かれ、次第に文化や言語も分離して、それぞれが上実のインドアーリア人やペルシア人などの独立した民族を形成することにより、単独民族としてのアーリア人がいなくなったことを指す。ただし、イランという国名自体ペルシア語で、 アーリア人の国を意味し、イラン最後の皇帝である、モハンマドレザーパフラビーは、自らの称号を、アーリア人の栄光を意味する、アーリア・メヘルに定めるなど、現在もペルシア人は自らを、アーリア人であると自認するものが多い。なお、最高義のアーリア人という概念や呼び方は、元来は単なる学術上の仮説として想定された概念であるが、後に、オカルティズムやナチズムと結びつき、 人種差別や優勢学を生み出した。しかしナチズムが想定していたようなドイツ国民こそ最も純粋なアーリア人であるとする見解は現在では疑似科学だとみなされている。詳細はアーリアン学説の項参照のこと。本校では基本的には競技のアーリア人を取り扱い関連として講義のアーリア人も一部記述しているが詳細は それぞれの民族の功を参照されたい。本校で取り扱う競技のアーリア人は、被災が社会的に重要な地位であった。自然現象を神々として崇拝する宗教を持っていた。19世紀に再現されたエラトステネスの世界地図。ペルシア湾の右にアリアナとある英語で借用されたアーリア人アリアンの語源は、サンスクリット語のアーリアとされる。 古代イランのアベスター語にはアイラがあり、いずれも高貴なという意味でアーリア人が自称した。また、インドイラン祖語のアーリアマイナスかアリオマイナスに由来する古代ギリシア人のストラボニアエラトステネスがトロス山脈から東はインダス川までをアリアナ地方と記録しており、その頃には地中海東部地域でも基地の民族名だったと言える。ただし、 古代ローマのダイプリニウスによる博物史六巻23章においては、アリアという古代イランのペルシア王国の統治下にあった、現代のアフガニスタンのヘラートにあたる地域と混同されている。イスラム教以前のイランの宗教はマズダー教である。マズダー教の特徴として、世界を善悪の二つの神のグループの戦いとして捉える。全身がアフラと呼ばれ、悪心はダイエワと呼ばれる。 これに対して、インドの宗教はバラモン教であり、バラモン教の特徴として、世界を善悪の二つの神のグループの戦いとして描写する、局面を含有しつつも、リグベイ大来インドで一般に神を意味する単語は、デーバであり、悪神はアスラと呼ばれる。バラモン教は、インドアーリア人が作り出した宗教である。バラモン教が影響を与えた、他の宗教、編集アーリア人は、 アプログループ R1A が高頻度である。インド北部では48.9%、パシュトゥーン人に51%、タジク人に44.7%見られる。ありがとうございます。